はい、どうもハリッチです。今回もですね、トータルハンマー2ハイエルフロザン編続きやっていきます。さあ、前回ねハイエルフのサフェリと戦い始めて拠点を3つ奪いました。で、まあ信頼度が低くなってしまいましたけども、まあいいですね。で、今回ね2方面作戦を展開しようと思うんで、この子移動しつつこっちに敵がいるんですよね。そこ向きに部隊をちょっと展開しますしながら、建築ね、これ上げた方がいいのかな。3ターン、こんなとこ誰も来ないでしょ。だ州で人口とか使ってあげるんで、余らしてこっち行った方がいいかなと思うからスルーします。で、状況ここ味方で、反対側も味方で、敵と不可侵っていう状況だね。動きやすい状況なんで、なんっけな、もう片方覚えてないな、まあ、サフィリじゃない方もね叩けるように、彼バカっていう特性持ってるんですけど、まあ、そのまま行こうかなと思います。まあ、行くというか、とりあえずギリギリのラインで歩兵します。ここでひたすら歩兵だね。で、ティリオンだっけの軍勢だと、スピアマンとアーチャーの歩兵費が下がっ、歩兵じゃ維持費が下がってるんで、ロザンシーガードとここの差がそんなないんですけど、普通の場合ロザンシーガードとここの槍の差がそんなにないので、2-1であと槍かな。まあ、維持費がねやばいと思いますけども、まあ、これ以上ロザン上げまして、ここは治安はいらないかな。取り続けましょう。トルフィーヌ略奪しようかなそれもありかなと思ってますね。略奪すると征服によるペナルティマイナス30、シュート位すると思うんで、これちょっといただこうかな。あんまなんでもないしね。よし、お金お金よし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 、だいぶ下がるが気にしないですね。で、これします。ウォールへの請願、歩兵費、防具、歩兵費今だと大きいと思うんですけど、ユニット的にはないね。ランクも関係ないか、アビリティが増えたりするんで10ターンなるだけですけどね。使って、で、強力なやつのマジックアイテムのうち1つどれかを手に入れることができますと。これ大きな魔法ダメージを与える、お、候補ね、候補、はい、これ装備できるかな。武器だよね、これか。うわ、ティリオンが魔法を覚えましたね。魔術知らずで、ティリオンレベルアップ。で、この左のやつが、スピアーマン、アーチャーおよびロザンシーガード、そして上げた場合エリリアンリーバーの投射ダメージだったりいろいろ上がるんで、ここ上げていきます。エリリアンリーバーは騎兵ですね、これ騎兵で、スピアーマン、ロザンシーガードとか全部ここほぼ率いてる部隊なんで、もう止まんないですね。防御力47、圧倒的硬さ見比べてみようか。こっちのスピアーマンが38なんで10上ですね。それがね、もう何部隊かの差があれば相当強いと思うので、これはね勝ったね。で、ソバール、ソバール早く騎兵上げたいんでランクが上がるようにしたいですね。まあ、適当になんか上げましょうか。闘魚で上げる、自分のなのかな。あ、自分のだね。じゃあ防御力かな、上げて戦わせるんでね。お、いるね。どうしようかな、もう叩くか。とりあえず治安、ここ州で一緒なんで、ここで州統一できるんですね。ここは普通に取って、ビギロ戦士、サイユン・オブ・マスランが増えた。で、サフェリ州統一、州統一したので、そうですね、発展度かな、行動力ダウン、敵ヒーローアクション成功率が下がり、や発展度かな、直すか。とりあえず これか、
まあ直そうか。下がっていくんでね。ここでもうできる限り強くしていくと。次は騎兵ですかね。いや、槍でいいんだ。槍に。ここの差って、あ、防具だけか。じゃあこっちでいいや。騎兵1かな。どうしようね。普通の場合の戦力はそんな変わらないから。槍これで5でしょ。弓かな。ドザンシーガードにしよう。これ一旦終わろうか。ちょっと維持費がやばいですね。え、なんだっけ、アベローンか。入ってないね。これ何これ。オレンジ、お、ダークエルフいますね。あ、これじゃあ倒して、ダークエルフ倒して暴れまくろう。よし、次の相手決まりつつ、ここですね。セラ、ハイエルフ、セラ、イブレスかな。イブレスに来てるから腰いくか。拠点3つ、123みたいな感じかな。だよね、色的に。あー、頑張って。うち腰いか知らないよ。こんな感じか。で、移動は次のターンか。2ターンで着きますかね。2ターン、これって1、2か。よし。お、あ、治安か。治安はいいです。ここもいいんでスルーして。あ、ティリオン来た。よし、最高レベル。防御力 8% アップ、速度も上がる。エリリアンリーバーで突撃ボーナス、エリリアンリーバーで防具上げてるんで防具も上がると。エリリアンリーバーね、エリリアンリーバーフィーバータイプありますね。まずこれで手持ちの舞台は最高レベルまで上げたんで、でもティリオン、同じエルフのスピアマンになら絶対負けないですね。破壊、お、取った、ついに取った。減ってきたんで取ったんだね。何回やった、あいつ。3、4回攻めてよね。不可侵破棄、ティラノク、シャカラ、ハイエルフ、攻撃的、守護者、注意深い、外交的。外交的じゃなくない。なるほど、うちとね、不可侵を破ってしまうと。攻めようか。で、今すぐそこにいるんですよね。落として休むか、そこで。うちの味方がここにいてくれるん で合計36ユニット維持してください。1000ユニット作ればいいと。で、最善を尽くせ。母兵費が上がるが、母兵士のランクが上がる。待ってね、外交見ましょう。で、ここでティラノクとは切れるんで、エリリオンっていうね、非常に仲のいい親友がいるんで、不可侵の。不可侵の親友がいるんでね、ここに、ここがね、カレドールと戦争状態に入ってくれたんですよ、前は。だから今回も入れようかな。ここ取りたいんで、そうなると。いけるよね、こんだけいて13でしょ？収入ないから、行きますか。ティラノクに、宣戦布告。で、エリリオンに参戦要求。ティラノクじゃないな。あ、ティラノクか。代わりにスコージョブカイン入ってもいいけど、考えるか。お、ナイス。好きにして、そいつら。よしよしよし。外交的いいですね。で、これで攻めて、あいつらもいるから動きづらいでしょ。カレドールとあいつらの関係がどうなんだろうね。うちもこの辺全部敵になるからね。はい。The greater good has no right. で、キャンペーンマップの視界が増える。近くにはいないと。ここにいるね。エレソンドエレソンドでカレードールランキング79位。 OK。 じゃあ、あ、これ、あ、カレードールじゃないんだ、ここ。え、知らなかった。おやおや。え、ってことはどういう関係なんだろう。ここにカレドールいると思ってたんで。え、何、どういう状況。こいつの拠点やばくない。ここ2つとここ2つか。カレドールがここ、よくわかんないな。
まあ、これ取りたいですね。見た感じ大きくもないですし、ちょっとここに軍勢集めて攻めればいけるね。さっき増えましたね。サイオブマサラン入れて弓、あーグローバルか。待って、めちゃくちゃ高いんだけど。いらないいらない。維持費がやばくなってきたね。技術3ターン、引きはなし。これギリ中大丈夫か。エルドリル、ここ上げていきます。同じね、指揮系統ですね。で、スルーするやつね。収入やばいね。ちょ、ティリオン帰った方がいいかもしれないね。いや、いいか。よし、ここ戦います。魔法も多いだしね。だティリオンがまあ荒らして、敵北に拠点あるからそこに向かっていくか。名前覚えてないですか、勢力のね。今戦争状態の勢力の北の方の拠点奪って、そのまま南下してくる、しながらカレドール滅ぼしてくるみたいな。ティリオンのこう上に行ってね、ぐるっと待って帰ってくるみたいな。この半島一周するツアーですね。それに行きましょうか。もうティリオンの軍最強ですからね。もうこんなんなって負けようがないですもん。もうこれもうこうベタ付けにして、敵上がってきたら槍舞台上げるだけなんで。ここも一応グループ、あーいいか、ここはグループにしなくて。あ、でもそうだね、横から撃ちたいですね。ちょっと別にします。ここグループ2つに分けて、なんかこう左右につくみたいな感じで。で、近接もできるし弓にもできるから、場合によっては近接で上がる。で、そういう必要がなければ弓で横から囲いに行くと。あら、これはもう最強ですね。ハイル編の戦闘がね、なんか一番楽しい。まあ、弓が好きなんで、普通に。こいつ真ん中の方がいいかな。騎兵がちょっと前にいますね。左から上げる？でも敵援軍右から来るんですけどね。邪魔だな、ちょっとこれ。ここだけ上げましょう。上フェニックス弓。よし、魔法を使ってみましょうか。大きな魔法ダメージ、ちょっとまだ早いな。よし、裏からついて。お、めちゃくちゃ引いたな。横から撃つ形式に変えて、槍舞台一気にアタック。一部隊横向きにしますかね。よし、騎兵めちゃくちゃ荒らしてくれてる。あ、ちょっとあっち援軍軍じゃなかったっけ。それを無視してフェニックス、同期の魔法を使いましょう。これ、あ、なんか面白い面白い。終わったでしょ。相手上がる必要ないね。あの辺打って、フェニックス返して、ちょっと陣形を整えようかな。弓適当に打たせに行けばもう勝ちかな。ロードが見当たんない、これか。結構食らいましたね。
これロードじゃないや、こっちか。ロヴェン・シーガー、 It will be done. Setting forth. 上がってきたら撃つと。Archers. Orders received. 思ったより上がっちゃってるね。敵のロードだけ前に来たからよくわかんないのか。Spearman for duty. Asurian guides us. Swiftly.ここで終わるはずなんですけどね。よし、終わった終わった。いやーすごい、もう被害が1割もいってないですね。46人。いやー強いなー。魔法いいですね。早くヒーローにも騎兵あげたいね。騎兵というか馬か。This place is ours. トルサロイル。お、どこ行く？どこ行くのだね。結構率いてないですね。援軍の方かな。援軍いた今。シャドウピーク上げますか。あ、ここね、なんか有効的じゃない。割とちょっと曲げとこうか。そうですね、ここで終わりか。お前行っちゃって、これは何ですかね。あ、これ確か仲良くなかったっけ。このクレイスじゃない。よし、君じゃあ仲良くしてあげようか。信頼度が低いかな。信頼度取り戻そう。あ、カレドルも結構引いてるな。だここの軍勢はただただ待機だね。待機していただいて。お高いです、非常にお高い。ちょローカルないですか。破壊してか。ちょっとまあ入れときますか。ソバール、ソバール、さらなる防御力得るか。ソバール攻撃力でもいいですけどね。騎兵が来るまであんまり何もないんで。あ、補充速度はアップついてますね。よし、次は何レベルかな。だったら増えるんだ。次はランク10で次の最高レベルへと向かっていくと。でティリオン、ティリオンはもうね上がったんで、もうこのまま弓の達人へと彼らを成長させていけば、歩兵も強く弓も強いと。でスピアマンね、防御力49ありますから。シーガードの方が、50。いやー、もうこれはやばいですね。騎兵は、まあ、36とそこまでかな。まあ、こっちのエリが38なんで、もう11差があると。でこの伝説的ユニットはね51とめちゃくちゃ硬いですね。これ入れたら60超えてくるんで、こっちでもよかった気がするけどね。弱い方に上げることによってバランスを取っていくと。お、攻めるの。まあいいよ、別に打ち通りたいだけなんで。通行権さえくれればね、あとはご自由にしてほしいですけど。まあ彼らみたいに不可侵破ってくるのもまあありますから。どこ行くの。あ、これ打ち行くチャンスじゃない。これちょっと寄るか。範囲見て寄りましょう。強行軍、強行軍か。これ強行軍中の敵の予測って強行軍で見るからよくわかんないんですよね。影響力下がるけど、リリアンと婚約を了承するか。これ見ましょうかね。花嫁の父、エリリアンの高貴な家柄の公子が宮廷に参上し、不死鳥王に自分の長女、そして最も美しい娘との婚約を申し入れました。確かに不死鳥王は永遠の女王と形式的な婚姻関係を結んでいますが、2番目の妻を取ることを禁じられているわけではありません。もちろん永遠の女王がそれをどう思うかは誰にも分かりませんが、この公子が王との婚姻関係を得ようとしていることは明白であり、すべての何これ、停心かな、何の字なんだろうは、不死鳥王の返答を中止していますと。影響力下がっちゃうのか。上がるけどエリオンと関係が悪くなる。婚約は避けるが退けるが賛辞を送ると。いやいやいや、受けましょう。宿営中か。めんどくさいな、こっち行くの。いいんじゃないかな。行かないとダメかな。いや無理でしょ。
行こう行こう行こう。行ったんじゃ届かないもんね。行けー。あ、あれ無視してる。伝説的なロードは無理なんで、レジェンダリーロードね。ちょっと待機かな。あ、ここに軍事のやつ置いてやってもよかったか。そしたらローカルでできるからちょっと安いんじゃないかな。娯楽施設からの収入が 10% ありますか。娯楽施設あるならばいいですけどね。監視とここは必要だからいるか。壊したい気分ですね。何かね、これ治安が上がるで、プラス1なんでこれ壊すことはできない。これも壊せない。次、サフェリーマイナス10ですね。税をとりあえずやめまして、あ、結構下がっちゃうな。スピアマン壊して、あ、ダメか。あれなくなるとちょっとそれこそまずいんで、これ破壊するか。インゴットを壊して、で治安のもの1個作りたいんで、ここに治安を置いてやりましょう。で不穏がなくなればどうにかなるんで、トータルゼロになるのはちょっと良くないから、賃上げるものを作ってそこで税をつけましょうか。ってなると5000遠いな。よし、あ、しまった、見てなかった。どこ行くのあいつ。あ、多分仲いいんでしょうね、クレイス。一人に負けんの。いやいやいや、行けば行けるんじゃないか。あ、硬い、めちゃくちゃ硬い、減らないな。減ってる。メインの部隊撃たれてるけど、え、これが撃たれてるんだよね。減ってはないな。あ、弓が撃たれてるのかな。あれですね、じゃあかかれかかれ。乱戦状態にして、あ、強いお強いですね、おばさん。接近戦になればもう本当に秒で負けますね。で次上げてと。弾なくなって負けるな、普通に。頑張れ頑張れ頑張れ。やん、多分ここが弾でしょ。弾切れですね。ただただこれ食らって編成変えるっていう。多分負けないね。これはもう想像の差がありましたね。いやいや、強い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 。さすが。さすが女王。これじゃ無理だね。一旦立ってれば、一旦待ってれば増えたのか。さあどうなるでしょう。取りはしないと。何の敗北よ。あ、帰ってきてんの。まあいいや、じゃあ行こう。やっぱ取れないのかな。取れるはずですけど取らなかったのかな。まあいいや、まあ、削れたんでね、2回目はいけないんでしょうね、きっと。マックスから半分になると、半分から戦うんじゃ相当差があるんで、
すぐ逃げちゃうからね。下がっちゃってる。カインの剣が引き抜かれましたと。そうですか。血上げましょう。5マイナスが大きいな。Kill them. I am ready to fight. My loyalty is rewarded. で、どこで失っていくね。え、多分復活するんで、多分大丈夫かな。あ、壊されてる。くっそ、直さないといけない。お金ないというのに。これはいいや、壊そう。宿営してそこって。Lord of the Phoenix Court. Never. 倒せるんじゃないかな。いや、さすがにそれはないか。